寿司市は神奈川県の南部に所在するし、三浦半島の西側の付け根にあり、湘南地方の東部と位置づけられることも多い。古都保存法の指定都市となっている。市制30周年を記念して、1984年4月15日にホトトギスを市の花に制定した。キャッチフレーズは、太陽が生まれたハーフマイルビーチ。また、寿司市役所では市制における、 ICT 活用に注力しており、2013年11月から議会に参加する議員、職員の全員がタブレット端末を利用して審議を行うオールタブレット議会を全国で初めて実現した。このことは、その後、自治体でタブレット端末が導入されるきっかけとなり、図紙市には全国からの視察団が相次ぎだ。2020年には、 ビッグデータや人工知能など ICT 活用で電気通信大学から協力を得る協定を結んだ。三浦半島北西部、相模湾に面する都市で湘南の一部とされることもある。北西に鎌倉市、南に三浦郡葉山町、東に横須賀市北部、北東で横浜市金沢区に接する。東京特部や横浜のベッドタウンで 1965年造成開始の広山庭園住宅など新興の高級住宅街が見られる。また鎌倉、葉山などとともに海水浴場のある観光都市でもある。三浦丘陵の西側にあたるため山がちな地形だが市内の標高は最高でも140メートルほどと特に高い山はない。鎌倉市や葉山町とは尾根筋を境界としているが、 山上にも宅地が造成されている。地域の大部分は東部の横須賀市境付近を源流とし、相模湾に注ぐ二級河川田越川の流域で川沿いに平地が広がっている。1988年撮影の図紙紙中心部周辺の空中写真。1988年撮影の7枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図。 空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。図紙市の町並図紙という地名は、元は現在の図紙駅南側一帯の町底のもので、これが横須賀線の駅名に採用され、さらに図紙村を含む7村が合併した田越村が調整に移行するにあたり、町名に採用されたもの。図紙の由来に関しては諸説ある。三浦図紙城より、 延命寺の延命寺蔵村を安置する厨子より、役人である厨子の住まいがあったことにちなむ、道が交差する交通の要衝、辻が転化したなどが挙げられ、はっきりしていない。なお、戦国時代頃には、豆子、豆子、厨子、厨子などの字が当てられており、厨子の字が使われるようになったのは、江戸時代からであるという、日本の市町村をアルファベット順に並べると、当時が最後になる。 図紙市では一部の区域で住居表示に関する法律に基づく住居表示が実施されている。住居表示実施前の町名等欄で下線がある、町名はその全部、それ以外はその一部であり、その町名の末尾に数字がある場合には町名を表す。なお、町名欄に印があるものについては、その町の区域の一部に住居表示未実施の区域があることを示す。 1950年に横須賀市から分離独立した図紙町の町長。1943年に横須賀市に吸収される以前の図紙町の町長は図紙町行政を参照。図紙文化プラザホール、図紙市立体育館池後の森自然公園、緑地エリア、東日本旅客鉄道横須賀線が北西から東へ、京浜急行電鉄図紙線が北東から、 中央部へと走り、それぞれ、逗子市内には2駅、計4駅がある。市の代表駅は、市の中心部にある、逗子駅及び逗子、葉山駅、京急逗子線逗子海岸海岸沿いと谷筋に沿って、幹線道路が伸びている。他の市長とは、基本的にトンネルで連絡するが、山上に住宅団地が造成されているため、住宅地の区画道路が、 市境となっている箇所も見られる。幹線道路を含め、大半の道路が2車線以下である。名古屋霧道市のマンダラ道ヤグラ群大崎公園、神武寺逗子マリーナ重要文化財史跡田越川の、桜と、柳、久木大池公園名古屋霧道市大崎公園の、展望路花記念公園六大午前の墓壊はどの寺、逗子海岸と、 ナミコ不動披露山公園人務事人物はほぼ五十音順。図子に在住した人物1972年4月16日日本、神奈川県図子市、小坪図子マリーナの仕事用マンションの一室にて死去。ありがとうございます。